今日から始まりましたワンピカード情報局。 OK、yeah!このチャンネルではワンピースカードゲームの魅力や遊び方、激アツな最新情報を皆さんにお届けしたいと思っております。 Check it out。 はい、じゃあ僕たちの簡単な自己紹介から。キャプテンクロが好きすぎてメガネはこうやってあげます。日本人の北場です。お願いします。そしてイケイケのみイケメン人間ギャビン、アメリカ人のギャビンです。よろしくお願いいたします。お願いします。やっぱりこのアメリカ人のギャビンと日本人の北場、僕たち2人がですねワンピース大好きなので、はい、ぜひぜひこのチャンネルを盛り上げていければなと思ってるんですけれども、はい、こんなイケメンアメリカ人のギャビン君なんですけども、実はカードゲームガチ勢、はい、そうなんですよ、そういうことなんで、じゃあギャビン君このチャンネルやるにあたって意気込みお願いします。 You know, I'm really excited to work here. You know, there's a lot of things that I want to do on this channel. I mean, like, just building decks, like, talking about the cards. It's just going to be a lot of fun. Thank you. はい、各自で後ほど翻訳してください。お願いします。お願いします。さあ、ワンピースカードゲームが本日発売されましたけど、はい、ギャビンは今後どんなキャラクターのデッキを見てみたい？そうですね、やっぱり、うんうん、ガーディエネル。エネルね、うん、あ、発音良すぎてちょっと一瞬何のことか分かんなかったけど、あ、まあまあまあ、まあ、エネルもね強いし、はい、人気のキャラだから、そうですよ、ね、今後出てくることもあるんじゃない？北場は誰がありますか？もちろん最新のキャラだったり、はい、あの今第一線で活躍しているキャラクター、はい、これはもうカードで使いたいっていうのはもちろんなんだけど、うん、グランドラインに入る前のキャラクターたち、例えばそれこそアーロンだったり、はい、ドン・クリークだったり、あー、いいですね、キャプテン・クロだったり、はい、うん、なんかそういう、要は今あんま出てきてないっていうキャラクターがもう一回このワンピースカードゲームで活躍する姿、はい、それは思い出したり、もちろんもちろんそれ遊べたりいいなっていう、そうそうそう、はい、やっぱ子供の頃リアルタイムで追いかけてたキャラクターたちがまたここで活躍してるっていうのが、はい、そういうのも見れたら嬉しいなと思いますけどね、はい、あと、そしたらカードゲームガチ勢のギャビンから見て、はい、このカードゲームの凄さっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか？まあ、いろんなシステムが入ってると思うんですけど、うん、その中でもカウンターシステムがすごい魅力的だなと思うんですよ、ね、なるほど。まあ、そのカウントカードはいろんなゲームシステムで、うん、まあ、あると思うんですけど、はいはいはい、その相手のターンで自分の手札から出すカードですけど、うんうんうん、まあ、キャラクターカードがカウンターに使えるところが、はいはいはい、まあ、そのすごい手札をコストにして、うん、まあ、そのドンじゃないリソースを使うというところがすごくいいシステムだなと思います。なるほど、ね、フィールドにカードを出さなくても、はい、もう手札の段階で読み合いが始まってるっていう、そうですよね、あれはすごい楽しいよね、やってて。やっぱね、うん、カードゲームっていうのは、うん、いろんなリソースがあるんですけど、うん、ライフ、うん、場面、うん、手札、うんうん、その手札をコストにしてるところが、うん、すごい新しいなと思いました。なんかコンサルの人が来たみたいなねカードゲームのアメリカからやってきたみたいなガチですね、ギャビン君、はい、いや、そんな素晴らしい魅力がいっぱい詰まったこのワンピースカードゲームなんだけど、はい、ガチ勢のギャビンが、はい、ワンピースの中で一番好きなキャラクターって何なの？ちょっと教えてよ。アーノルド・シュワルツェネッガー。出てねえだろお前。出てたか、シュワちゃん、ワンピースに出てないでしょ。え、うん、D の一族ですよ。アーノルド・ D ・シュワルツェネッガー、うん、いや、そんなゴールドロジャーみたいなシステムでやってないですからね。え、本当にアメリカ版に出てたよ。あ、それは本当かどうか本当に分かんない。本当どっちどっちそれ。え、嘘です。嘘かい。さあ、ここからはワンピースカードゲームの超激アツな最新情報をお届けいたします。いいですね。いや、いいですね。はい、まずは本日、うん、ワンピースカードゲームが発売されたわけなんですけれども、はい、スタートデッキが4種類同時発売ということで、スタートデッキ麦わらの一味、最悪の世代、桜花七武海、百獣海賊団は税込み990円で好評発売中ですので、皆様ぜひぜひお買い求めください。お願いします。そしてそして、バンダイナムコクロスストア、ワンピースカードゲーム公式ショップがオープンいたします。おめでとうございます。ありがとうございます。横浜店は昨日オープンしてまして、7月16日に博多店がオープンする予定です。来場するとプロモーションパック2022など豪華な記念品がもらえるキャンペーンを実施中。詳細は公式ホームページをご確認ください。ということでございます。 Congratulations! 素晴らしい、yeah! 素晴らしいですね。
いやギャビン君ちょっとカードゲームガチ勢の今回、はい、あの威力発揮したと思うんだけど、はい、ちょっとギャビン今日やってみてどうだった？まあそうですね、もうスタートデッキは、うん、発売始めたということで、うんうん、まあ、本当にあの可能性しか感じないカードゲームなので、これからどういうカードだったり、うん、まあ、どういう新しい効果が出るかをすごい楽しみにしてますガチ解説の時はやっぱりオールジャパニーズで、はい、そうだな、真面目に真面目に、はい、ノーボケで、はい、最後にですね、この動画が良かったと思った人はですね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。